死ね。豊島義し私と彼とは切っても切れない縁故があるのだが、会うことはそうしばしばではない。私はいつもひどく忙しい。貧乏で、脇目も振らず働き続けなければ、飯が食えないのだ。ところが彼はいつも暇だ。のんきに、無双したり、 歩き回ったり、酒を飲んだりして、日を送っている。それかって、財産があるわけではない。私に金銭上の迷惑をかけたことも、たびたびある。人の厄介になるよりは、なぜ自分で働かないんだ。と私は言うのだけれど、彼はいつも平然と答える。今に働くよ。 それが、口先だけのものではなくて、心の底から信じきっているらしい誠実さがこもっているので、私はつい、その今にを信ずることになる。だが、それはいつまでも現在になることがなく、先へ先へと延期されていく。太陽を背中にした時の影帽子みたいなものだ。 進むだけ先へ進む。しかし彼はそれを無理に追いとらえようともしない。そしてのんきにぶらぶらしている。どうやりくりしているのか苦労の影さえない。それがどうも私には不思議だ。だけど、彼のその秘密にばかり関わっているほどの余裕は私にはない。 私は日々のパンのために忙しいのだ。そして忙しいものと暇なものとは、そうしばしば会えないものらしい。機械の食い違いといったようなものがあるのだろう。ところがある晩、彼に不思議なところで出会った。私はいくら忙しいと言っても、毎日朝から晩まで働き詰めでいるわけではない。 そんなことは人間としてできるものではない。たまには肉体的息抜き、精神的保養も必要である。そんな意味で、馬鹿げた酒を飲んで、すっかり酔った。風がなく、生暖かく、空はぼんやり霞んでいそうな気配。外を歩いていると、家の中に入るのが息苦しく思われるような番だ。 こんな時には病院ではきっと誰かが死ぬ。薄暗い横丁の角のところに下水工事の掘り返されてるのがあって、街路の片側にコンクリートでできてる大きな土管が転がっていた。馬鹿に大きくて丸い。私はそれに気を引かれてステッキの先でつついていった。ただコツコツと、 岩石を突き当てるようなものだ。感心してなおコツコツやっていると、先端の穴からぬっと男が出てきた。それが彼だった。暖かいのにまだ冬のマントを着ていた。その長髪はバサバサして艶がなく、青ざめた方へ疲労性の熱が浮いていて、瞳が座っていた。 彼は私を見て取ると、手に持っていた帽子を土管の上に放りつけた。怒っているようだった。何をしているんだ私は呆れた。君こそ、何をしていたんだ彼はそれには答えないで、帽子を拾って頭に乗せてから、私の方をじっと眺めた。私は軽蔑されるのを感じて、 目を伏せた。すると彼は私の腕を取って歩き出した。僕は面白いことを発見した。と彼は話し始めた。もうとてもいけないと思って、千代子にそう言うと。そのもうとてもいけないというのが私から見れば呆れ果てた考え方なのである。前に言ったように、 彼はほとんど借金で生活していた。友人たちから借りられるだけ借りた。それから氷菓子から借りた。利子が支払えなくなると他の氷菓子から借りた。そういう風うで今に行き詰まることは目に見えていた。しかし彼は平然としていた。もう一つの今にが控えていた。 今に仕事をする。そして借金なんか。その自信があまり大きかったので、他人の借金まで引き受けるようなことをした。困ってる者が相談に来ると、少々の金なら出してやり、都合がつかないと、借金の連帯保証をしてやった。それが全部被ってきても、別に嫌な顔はしなかった。自分で借りたものよりも、 そうしたものの方が多かったかもしれない。彼は田舎に多少の土地を持っていて、本当に困るとそれを売ったり、抵当にして金を借りたりした。だから、割に長く持ちこたえたとも言える。ところが、そうした借金は増えてくるばかりなのに、今に仕事をする、その今にの方は、なかなかやってこなかった。 なぜだか彼自身にも分からなかったらしい。人間の生活は習慣に支配されているもので、今に仕事をすると考えながら怠惰に日を送ることが彼には一種の習慣となっていたのかもしれない。そしていよいよやりくりがつかなくなると、彼は借金を全部計算してみて驚いた。意外の額に上っていた。 そこで決心をした。仕事をしようと。しかしそれには、差し当たって面倒なうるさい借金だけは、整理しておく必要を感じた。そのために、土地を全部まとめて担保に入れて、四五千円こしらいようとかかった。ところが、それができなかった。千か二千はできたろうが、それは半端で間に合わなかった。 彼は首をかしげた。思った金額ができないのが不思議だった。彼にとっては、金の問題はすべて小学校の算術だった。これだけ借りて、こうして、これだけずつ払っていく。計算が明瞭についた。ただ、前提となるべき借金だけができなかった。それが彼にとっては、 不思議極まることだった。そんなはずではなかったのである。水は高いところから低いところへ流れていく。今はこちらが水量が足りないから、よそから流し込んでおいて、やがて仕事によって水量が増したら、また他の方へ流してやるつもりだった。それが損をきたしたのである。要するに、 金を借りる時期と支払う時期、すなわち仕事をする時期とが隔たりすぎていたのである。後者の時期の方が前者の時期に先立たなかったことも彼にとっては不思議に思われた。彼は少し疲れた。面倒臭く,くなった。こんな世の中ならもう死んでもいいと思った。元来。 彼は性の強い執着を持たなかった。なすべきことが多くあるから、ぜひとも生きていたい。そういう不尊な考えは少しもなかった。生きてる間何かをしておれば、いつ死んでもよいのだった。そういう気持ちなのに、現在、彼は少しも仕事をしていなかった。だから余計、いつ死んでもいいということになった。 ただし、少しも仕事をしないというのは、彼の主観的な表現である。彼は少しは働いていた。しかしそれは本当の仕事ではないというのである。借金が増えると同時にびっくりして、主従のつまらない仕事を辞めて、本当の仕事に先進しようと考え、そのために、負債整理を企てたのである。 ここに断るまでもなく、彼は文学者だった。文学者というものは、本当の仕事とか、つまらぬ仕事とか、区別をつけたがる。しかしその区別は、ただ主観的なもので、おそらく神にだってわかるまい。だから、本当の仕事がしたいというのは、実のところ、真剣に働きたいということに過ぎないかもしれない。 負債に煩わされて真剣に働くことができないとすれば、そしてそのごたごたした負債を整理することもできない世の中だとすれば、死んだ方がいいだろう。という風うに、いつ死んでもいいという彼の気持ちは、死のうかな、という動きに変わった。そこで千代子にそう言うと、と彼は私に話し続けるのだ。 千代子というのが彼の愛人なのである。愛人という言葉は少し変だが、実を言えば彼と惚れ合ってる芸者の本名なのである。もうとてもいかんよ。僕は死のうかと思ってる。と彼は微笑しながら言った。すると彼女は別段驚きもせず、彼に依頼てやはり微笑している。 あと一週間か、10日だよ。と彼が言うと、彼女は答えた。では、あたしも、それまでに用意しておくわ。簡単、至極である。その時、彼女は電気スタンドの紐をいじくっていたが、ふいにぽつりと一粒の涙を目に浮かべて、それを紛らすように、また微笑してみせた。 ひどく冷ややかなものを彼は感じたのだった。普通ならば、どうしていけないのか、どれくらいの借金があるのか、どれくらい財産があるのか、収入はどれほどか、そうしたことをいろいろ尋ねて、果たして死なねばならぬほどであるかどうかを確かめるはずである。そして愛するものを生かしたい、お互いに生きたい、生きて愛したい、 そう思うのが人情であろう。しかるに彼女は何一つ尋ねなかった。彼の状態について何一つはっきりしたことは知っていなかった。金銭上の事柄については彼は何も話してはいなかった。そして彼がいきなりもうダメだから死ぬかと思ってると言い出すと、微笑を浮かべながら言い出すと、 私も用意しておこう、というのだ。それ以上の冷淡さがあろうか。彼がひやりとして眺めると、彼女は涙を浮かべながら微笑して見せるのだ。その冷淡さを彼は考え回したのだった。そしてはっきりした解釈がつかないうちに、いつの間にか彼女と一緒に死のうという決心になっていった。 これまでぼんやり死のことを考えていたとき、彼は一度も彼女と一緒に死ぬなどという気持ちにはならなかった。死ぬのは自分一人のことだった。ところが不意に彼女の冷淡な言葉に触れて、彼は彼女と一緒に死のうという気になった。それが発見なのだ。と彼は私に言った。 これは、もうどうもしようがないことかもしれない。そんな気持ちに私もなって、彼に連れられて彼女、千代子に会いに行ったのである。廊下が際立って美しく吹き込まれ、床の間のいけば花が馬鹿に新鮮で、掛け軸の長押しの額が古風な奥の一室で、私と彼とは酒を飲み始めた。 二人ともかなり酔っていたが、まだだいぶ飲めそうだった。逆付きを見ると、彼は嬉しそうにニコニコしていた。私はともすると考え込みがちだった。随分待たしておいてから、千代子は息を切らしてやってきた。おー、苦しい。それが彼への挨拶で、途端に座り直して、しばらく、 と私,に挨拶をした私は彼と一緒に何度か彼女に会ったことがある。この前から見ると彼女はだいぶ痩せていた。それが大柄な彼女の肉体をいくらか成長に見せていた。それでも私はともすると彼女に反感を抱きがちだった。彼が怠惰な日々を送って 経済上の難局に当面している一般の責任は、彼女にありはすまいかと疑ってもみた。その上、酒の水は人を上手に無遠慮になす。彼にあまり苦労をかけてはいけないよ。と私は彼女に言った。苦労なんか。さもおかしいというように、彼女はちらりと彼の方を見た。馬鹿。バカ 彼は生きるとか死ぬとか言ってるんだ。と私は彼女に言った。あら、私だってそうよ。と彼女は子供投げに言って彼の方をちらと見た。君と一緒に死ぬとも言ってるよ。と私は彼女に言った。そんなら嬉しい。と彼女は素直に受けて彼の方をちらと見た。 私はバカバカしくなった。彼女はただ上の空の返事ばかりしていて、私の言葉は彼女の視線に乗って彼へぶつかってゆくのである。その彼はただやにやう薄ら笑いを浮かべて嬉しそうに酒を飲んでいる。私は腹が立ってきた。こんな奴、殴ってしまうに限る。と思って立ち上がると、 彼もふらりと立ってきて、私たちはとっくみあった。もっとも、水郷の上のことで、千代子が笑って見ていたほどふざけたものだったが、それでも私が一押しすると、彼はよろよろとくじけて、千代子の肩にすがり、その花模様の膝に滑り落ちた。しまだに言った髪の大きな影が、彼をすっぽり包み込んだ。 彼らをそこに残して私は立ち去った。不安が湧いてきた。彼の弱々しさとやつれ方とが頭に残っていた。すべてを投げ出しているような千代子の態度も気になった。彼女の冷淡な言葉と彼は言っていたが、おそらく彼はそれによって文字の意味とは違ったものを表現していたのだろう。危ない。 と私は思った。しかし、彼のような男が自殺する。この考えは私には、なんだか滑稽にさえ思われた。いつ死んでもいいということは、いつまで生きていてもいいということに他ならない。それは自然に任せるということだ。自然に任せるということは、意思的な自殺などとは、およそ対照的だ。 忘れよう。私は忙しかった。しかしともすると彼の姿が頭に浮かんでくるのだった。それが仕事の邪魔となった。私は眉をしかめて彼に質問した。お前はあんな女のどこがいいんだ単純な無知なああいう種類の女は 生に対して盲目であるとともに、死に対しても盲目だ。流れに乗った浮草だ。その浮草にすがって一緒に押し流されることについて、お前は一体何を発見したのだつまらない干渉を捨てろ。君が解いているのはすべて理屈だ。僕はただ事実だけを知っている。 僕と彼女と愛し合っているのだ。愛は理知的なものではなく、肉体的な秘密だ。例えば、抱き合って唇を合わして見たまえ。そのままで30分も1時間も、じっと持ちこたえられて、なお名残が惜しまれたら、本当にお互いが愛し合える。嫌気がさすようだったら、愛し合えない証拠だ。 性欲的行為などは問題ではない。肉体の体質、そこに愛の秘密がある。この秘密を掴んでいる者にとっては、成果しかは問題ではない。それを僕は発見したのだ。物理的で、しかも、運命的な愛が世にはある。それにしても、お前自身はどうだ仕事をしたい。 生きたい。そのための経済的整理ではないか。成果しかは問題でない愛があるなら、それを自然に生き延びさせるためにでも、なぜ働かないんだ。お前のような日々を送っていては、経済上の行き詰まりに当面するのは、初めから分かっていたことだ。行き詰まってから慌てても間に合わない。他人の助力によろうとするのは、 卑怯な態度だ。またも君は理屈をしか解かない。僕はもう理屈には飽き飽きした。人間の生産力、精神的生産力には、塩に似た看板がある。その看板と外部的な不幸とが重なった時に、多くの芸術家は餓死し、あるいは自殺した。僕がもし艦長の状態のままであったら、 経済上の整理などは図らなかったろう。満潮に差し掛かったとの自信があったればこそ、仕事をするために、不愉快な奔走もしたのだ。僕がかなりデタラメな日々を送ったというのも、早く満潮を来させるためであった。ただ、時期が少し食い違ったのだ。この食い違いがどうにもできないような世の中なら、無理にアクセスすることはない。 僕に本当に働かしてくれないような世の中なら、こちらからごめんをこむるだけだ。よろしい。わかった。だが、お前は本当に死ぬ意志を持ってるかどうか、それだけの決意がお前にできるかどうか、はっきり言ってみろ。そこで返事はなく、私は一人取り残された。彼の姿は消えてしまっていた。 私はあまり残酷な言葉を発したのだろうか。こういう風うに使われた意志とか決意とかいう言葉が、私自身に突き戻されると、私はある憤りを感じて不機嫌になったのである。死ぬための、おう、私は彼に謝りたい記載した。会うたびごとに、 彼が次第に元気をなくしてゆくのが見えた。沈痛な陰影が彼に被さって次第に濃くなってゆくようだった。私は心配になって彼の経済状態をいろいろ調べてみた。そして驚いた。思ったよりひどかった。あちらこちらに不義理が重なっていたし、卑屈だと思えるような負債もあったし、 ごとに私の注意を引いたのは、他人の借金を引き受けて負担していたもののあることと、次第に専門の金貸しからの負債へ、他の負債を移して行きつつある傾向だった。もっとも、彼の身分地位上、全部の負債を合わしても、そう多額に上るものではなかったが、しかしまたそれだけ、専門の小理の負債へ移し替えようとする傾向は、 先の見通しをつけない無謀なものに思われた。ある捨て鉢なものがそこに見られるようだった。古くからの状態を調べてみると、ちょっと借金をした第一歩がいけなかったらしく、信用制度の経済組織の落とし穴に、ずるずると深くはまり込んでいったものらしい。せめて現金制度を検守していたら、 精神的生産力の艦長に際して、彼は果たして餓死したであろうか。先の見通しのない無謀なやり方について、彼の考えをなおはっきり確かめるために、私は千代子の方をそれとなく探ってみた。彼女もひどく困っているようで、呉服屋への支払いなども滞りがちだし、七夜の門もくぐっているらしかった。 ただ私によく腑に落ちなかったのは、近頃彼女がひどく体を大事にしていることで、酒を慎み、食べ物に気をつけ、指先のささくれにも手当てをしていた。この点は彼も同様で、不匂意のためからばかりでなく、好きな酒を接し、タバコも接しようと努力していた。 これは見方によっていろいろに考えられることだった。しかし私は彼のことにばかり関わってはいられなかった。彼のために仕事の邪魔をされることさえ困るのだ。心配にはなるが、もうしばらく様子を見ているより他はなかった。仕事について考えながら池の淵を歩いていると、 おいと私の肩を叩たいた,たものがある。池にはまだハスも桃目を出さず、平らにしっとりよどんでる水面に、森影と町の明かりとが半々に映って、ちぐはぐな瞑想を誘うのだったが、それから目を上げて振り向いてみると、彼が立っていた。君でも、こんなところを散歩することがあるのか 不思議そうに私の顔を見て微笑した。が私にも彼のその晴れやかな顔が不思議に思えた。この前よりひどく痩せていたが陰影が取れたようで目の光が澄んでいた。どうしたのだと聞くと10日間ばかり徹夜の形である仕事を済ましたという。仕事の義務だけは果たしたいのだ。それが 彼のいわゆる本当の仕事かどうか聞きたかったが、彼の晴れやかな表情だけで満足して、私は黙っていた。すると面白い発見をしたと言って、彼は嬉しそうに微笑している。私はまたかと思ったが、全く別なことだった。徹夜をして、夜がほんのりと明けてくるとき、 すずめの声を聞くのが実に嬉しかった、と彼は話す。彼の書斎の窓際に大きなシイの木があって、それにたくさんすずめが来た。夜明けに一番早く目を覚ますのはすずめらしい。そして、目を覚ますとすぐに楽しくさえずり交わす。彼はそのすずめたちのために窓の外のひさしに、 米粒をまいてやった。いつの間にか食べてしまう。しかし人が覗いているうちには、決して近寄らない。いくら鳴らそうとしてもなれない。ところが仕事を済ました朝、彼が方針の手で突っ立って、ぼんやり夜明けの空を眺めていると、スズメがすぐそばまで来て米粒を拾っているのだった。 気がついて目をやると、すずめがパッと逃げてしまった。偶然の一致だろう。と私は言った。偶然じゃない。自然界はそうしたものだ。彼はそれを信じきっているらしかった。そしてその発見がとても嬉しいという。そんなことを話しながら、彼は私を誘った。 品料理のさっぱりしたものだけでラオチューを飲むのだと。金が少し入ったから心配はないという。そして連れ立って歩いているうちにばったりとまるで足の骨が折れでもしたように彼はつまずいて倒れた。手を貸してやるとすぐに起き上がったが目にいっぱい涙ぐんでいた。私は目をそらした。 芝居や映画などで、いつも私のことを泣き虫だと笑っていた彼だ。かつて涙を見せたことのない彼だ。気がついてみると、彼の歩き方はふらふらして力がなかった。よほど無理をして仕事をしたに違いなかった。普通の日本座敷で、シタンの宅で、二三の料理にラオチューを飲んでるうち。 彼は寂しい顔をして、呼んでもいいか、と聞いた。ちよこのことだ。私はわかっていたが、黙っていたのだった。彼女は黒襟のかかった平層ぎでやってきた。やはりほがなかそうだった。一体私は、ひどく頼りない感銘を彼女から受けるのだ。なんだか磨きの足りない、 伝報肌の気まぐれなほがらかさが、そうした感銘を与えるのかもしれないが、私はそれを飛行機だと冗談に言っていた。いつも飛行機に乗っているような彼女と、元来はのんびりしたものにこだわりのない彼とは、調子が合うのかもしれないが、それがどちらからも一途に心を寄せ合うと、これはどうにもいけないと、私にも、 あやぶまれるのだった。彼はすずめの話を彼女にもして聞かせた。彼女は何か心を打たれたようで、しばらく考え込んでしまった。四五日か一週間旅をしよう。と彼はいかにものんきそうに言っていた。大丈夫ですかと彼女は尋ね。大丈夫だ。と彼は答える。 お金のことらしい。そうして、もう相談が決まってしまった。これはメチャだと私は思うのだった。そんな場合じゃあるまい。しかし、漠然とした器具が私を捉えていった。その器具を打ち消すことで、私は憂鬱になった。そこを出て、池の周りを散歩するという二人に分かれて、 一人になると、私はなぜか首垂れて考え込んで歩いていた。あの二人を幸福にしてやりたい。勝手なことをしている彼らではあるけれど、真面目な仕事と生活とを成し得る彼らだ。そんなことを私は思い、漠然とした反発心を世の中に対して抱いていた。社会の制度が重すぎるのではないか。 その夜遅く、彼が姿を現したとき、私はひどく悲しい気持ちになっていた。それは別れの悲しみに似ていた。旅に行くのか。行こうと思っている。死ぬのではあるまいね。安心したまえ。僕には死ぬというような意志や決心は持てないのだ。しかし。 自然の死はいた方がない。反発しようという気はないのか何に対してだ僕は自然を尊ぶ。反発によって自然を歪めたくはない。自然に逃げ込むのは卑怯だろう。あるいはそうかもしれない。人生は人意だからね。しかし、いろいろなことに面倒臭く,くなると。 純粋な自然というものが考えられてくる。それは意志の喪失だ。僕にとって大切なのは威力より感性だ。金獣になれ。よりも赤ん坊になりたい。そこで彼は非常に微妙な笑みを浮かべた。私はそれに見覚えがあった。 一時間も二時間も寝そべって空の雲を見てるとき、庭のありを見てるとき、遠い昔の夢をでも思い出したらしいとき、彼が無心に漏らす微笑だった。また、膨らんだ髪入れを懐にしたときの微笑だった。そんなとき彼は実用的なものよりも不要なものを多く買った。あるとき彼は、 高さ一畳余りの大きな自然石。見ようによっては、タヌキが立ったようにも見える絵体の知れぬ石を、しきりに飼いたがったことがある。何にするのかと聞くと、やはりこの微笑を漏らした。私はそれに対して、ともすると、苛立たしい気持ちになるのだ。今も私は、ある苛立たしさをもって、 彼の顔をじっと眺めた。彼の晴れやかだった顔が急に悲しそうになった。とっつきを失いながら立ち去りかねてる悲しみだ。馬鹿と私は怒鳴った。そして消えでゆく彼の後ろから叫んだ。死ね死んでしまえ 泣き虫だと彼から笑われた私は、不覚にもまた涙をこぼした。厄介な彼、邪魔な彼、自分の半身の彼を私は愛していたのだ。